チャートゥティスズです。今日はですね、こう何回かイタリアのスーパー紹介とこの前の買ったもの紹介で出てきているお米のヨーグルトのご紹介をします。日本にありそうなもんですけど、ないみたいですね。白くてなんだかわかんない。米粉で作ってるから見た目はただのヨーグルトってわけじゃなくて、小さいお米の粒がすごいたくさん入ってるんです。入っているものは、牛のミルク、お米の米のお砂糖、トウモロコシのでんぷん質、バニラビーンズってことか、グルテンフリーだそうです。グルテンフリーってことなんだ。普通のヨーグルトってグルテンありですか？グルテン入ってんのかな。普通のヨーグルトは、ああ、もう全部イタリア語。100g で119キロカロリー。これ何グラム ？175。もういいや。茶色いの負けよ。チョコレート味。お米が入ってるかどうかが分かんないですけど、中にね、お米の粒が入ってるんですよ。これもまた。どうしたら分かる？あ、これちょっと分かりやすいかも。ほら、お米ほら、ここお米の粒、分かります？こんな風にね、お米の粒がついてて、全然ね、トロトロ、結構ね、硬さもちゃんとある。意外。皆さん、これさっきね、 100g 119キロカロリーでしたでしょ。これバニラ味は119キロカロリー、チョコレートは何キロカロリーだと思います？これ意外でした。なんとチョコレート 100g あたり92カロリー。バニラよりチョコレートの方がカロリーオフなんですね。なんかイタリアに暮らして、イタリア語で生活して、アルファベットの中で生きてますけど、全然わかんない。いや、全然わかんなくはないですけど、やっぱりパッてこう出てこられると、なんか急に読めないです。大学卒業してから、だいたいずっと海外で暮らしてる、生活してるんですけど、アルファベットガーンって出てきても何年経ってもならないです。やっぱ日本語じゃないとダメだわ。ついにね、コロナの簡易テストをやってみましたっていう動画の後から、まあ本当何日かしか経ってないですけど、ついに1日の感染者が1万人を超してしまいました。1日の感染者1万人ってすごいですよね。私の友人がコロナかもしれないから検査行ったのよって言ってて、なんとその友人、コロナ検査15時間待ちですって。恐ろしい。その15時間も待って検査してね、することが怖くなっていかないんですよね、やっぱりみんなねほら、もうこの咳払いとかすごい怖いでしょ。1万人なのに咳払いしてたらもうコロナだと思っちゃって、もうすごい怖いんですよ。声が1ミリでもかすれるともうドキッとします。ほんとそう。あれ、今日何してたんだっけ。イタリアに来た際はぜひ食べてみてください。おいしい。あれとあれの間みたいな感じ、ヨーグルトとプリンの間みたいなヨーグルトです。子供たちの新1年生たちはお花をもらってくるんですね。
その花を枯れたとみなしていいんですかね。これ何、花が枯れた場合は花の枯れたのとだけ取って、だってあと緑は生きてますもんね。ほら死んでる、ほらほら他の緑は生きてるから、このままでいいのかなと思いつつ、花だけ取ればいいの？花だけ取って緑の部分だけ育てていけばいいんですか？大嵐で見て、私のバジルちゃん、ここに立てかけてますけど、これ立てかけないとどうなるかっていうと、見てこんなになっちゃうの。これの蘇り方も教えてください。見てここら辺なんて